前の老いが我が兵を追い回し、獣のごとく八つ裂きにしている。己らが民に何をした？心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く戦をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の好機を正し、平和をもたらしたのだ。己とは違う。やつもそう言ったな。だがやつは勲氏を残す前に死ぬことになる。勲氏とは死しても残るものだ。ああ、そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。その間己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って飢えをしのぐがよい。どうした竜蔵、何があった？みんな揃った。菅笠衆を待つ？いや、先に小屋で待っておれ。酒はスカン、知ってるだろう。酒井様、もう一度言ってみろ。ケンジ、アホアホ、せめて一口飲んでみろって。アザモのことなんて忘れちまうぞ。おのおの方、潮時です。これよりおじ上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれども、これ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は主格に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、生き肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから主格を目指し、叔父上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。死にに行くようなものだ。打ち入れば負けます。闇に乗じて忍びいるのが肝心なのです。さながら野党か。それかクロウド。叔父上がお待ちです。いざ城へ。立派だったよ。うまくいくと思う？行かせる。ここから登れそうだね。皆のもとへ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。先生が物見を仕留めておる。さすがだ。
少しずつ、まず蛮兵を倒さねば。ワッソン・バイジ・コーテン、先生、ケンジと大手門の番は心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しよう。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは、私とこの先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。ヒヤリの扱いは試せば分かるさ。私が叔父上をお助けした後、追っておいてください。承知した。抜かるでないぞ。雅子殿も。
ジン、万兵がいる。俺が先駆けだ。苦労しないのに。腹を空かせた手下が寝返ったのかもしれんな。人を獣に変えるのが戦の常さ。この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て、向こうに渡れそうだ。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て。ユナの手がいるな。待たせるね。備えろ、万兵がおるぞ。
Negumben, der Mumbai Starza. Archi! Dosho! Dosho! Zivsige Birk! ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。龍蔵。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。そして死ねというのか。駒田での戦のように。龍蔵、叔父後にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。Yeah!
けど死ねはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。共に故郷を救おう。今じゃもうこのもんだ。竜蔵、侍だ、侍がいるぞ。ネグンベン、答えよ。志村殿はどこだ。スカルタクソバケモ、
Samurai Erbach Shigwan. ふぬけめが。おじ上、ジンです。ジン、急げ。おふさまらいのほう。あつちゃくさ。だぞ、ジン。さすが忠志の息子だ。この身を尽くします、叔父上。立たねば。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された蛮兵は我ら二人に太刀打ちできん。加勢もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時をあげるぞ。おい、ジン。北にいる蛮兵どもを始末。さあ行くぞ。猛虎を狩ってやろう。お供いたします。雅子殿、無事であったか。おいごのおかげです。そなたを救うと言いとしておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。仇を討たねば。全ての対馬の武士のためにも。追手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の仇、雅子殿、一人も出せない。
皆の者、よく働いた。やったね。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより蒙古どもの鼻を明かし、コトゥンハーンに意志を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。